当センターの立石研究員より報告させていただきますよろしくお願いいたします改めまして立石でございます先生方こんにちはこの報告の時間はですね本当にリラックスタイムとしてぜひ聞いていただければいいかなと思いますタイトルはですねあのこのように事、えー、業における成果の紹介と いうことですので、まあ一昨年度までに私どもがやった調査研究授業の中からですね、まあ少しご紹介をしたいなと思います。ですので本当にリラックスタイムですので、えー、まずはこんなところから入っていきたいなというふうに思っています。まあ支援資料というのをですね、毎年作っているんですけれども、まあこれのご紹介の前にこんなことを考えたいなと、もし前見にくいという方はですね、お手元に一枚紙で多分。 フォアアップで裏表の A4 ぐらいのサイズのですね紙があるんじゃないかなとこのこの子キャリア君と言いますけれどもキャリア君が乗ってる資料があるんじゃないかなと思います必要に応じて手元を見ていただければと思いますまあ,あのリアリティがあるように先生方好きなようにイメージしていただいて結構なんですがもし先生方がま在籍している学校あるいは先生方がご指導に入らないといけない学校どちらでも構わないんですけれどもそこでキャリアの取り組みをしましたと。 とても大切にしている取り組みがあるので、ぜひこれがどうなったのかというのをもうちょっと見てみたいよねと、じゃあ、取り組みを実践をやる前に1回アンケートを取ってみましょう、な、ま、ん、あ、でもいいです、基礎的汎用的能力の、まあ、とあるところにフォーカスしてもいいですし、な、ま、ん、あ、でもいいんですけれども、そうですね、1、2、3、四で答えてもらう設問が4問ぐらいあるとしましょう、そうなると4から16ぐらいですね、全部足し合わせると。 1>, 1回目、つまりその取り組みをする前は平均値を取ると8.6点ぐらいでしたと。ほう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 、そうかと。で、実際、その取り組みやってみましたとなると、2回目は10.9でした。つまり、時号は10.9でしたと。そうですね、2.3点,点ですかね、2.3点ぐらい上がったもし先生方が実際のこの学実先生方がお勤めの学校で何か取り組んでみて、こうだったら、あるいは先生方が指導に入らないといけない学校でこうだったら、これなんて。 先生方受け止められますか割といいじゃないかと受け止められるでしょうかそれともえたった2点と受け止められるでしょうか例えばですね先生方が頑張ってデータをこう夜なべして打ち込んだんですけれどもちょっとグラフ作ってられないとよし今度4月から来た新しい人にちょっといろいろこれ整理を任せようと。 誰々先生まあ立石先生でしょう立石先生ごめんねとちょっとこれやってくんないかなっていうふうにお願いしたとしましょうそしたら3日ぐらいしたら立石先生がですね先生作ってきましたって言ってパッとこれを見せれるなんとなく左はそうですねこれ斜めの線は全く同じ点数ですから1回目も2回目もまあ点数が変わらなかった子たちがまあ斜めの線の上にいるはずですから 左の方は下ががっっちゃった子がいるわけですね、まあ、上がってる子もいると。一方で右のグラフどうでしょう、まあ、全員上がってるように見えますね。これ、感動いい先生はお気づきになられたと思いますが、実は左のグラフも右のグラフも1回目の平均点は8.6点で2回目の平均点は10.9点です。なんか全然見え方違いますよね。これ あの平均値で見るのがダメだめだということじゃなくてですねまあなかなかアンケート取ったりデータ取ったりしていろいろやってみたものを見ろ見ろと言われるんだけれども本当にそれってうんまあ分かるんだけどどうしていいのか分かんないなまあいいやとりあえずグラフ作っとけばまあしょうがないかなというふうな辛い思いをした先生ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんがもしかしたらなんかちょっと違う見方をすると今取ってるい データかからも結構いいいろんんなななこととがが言えるるじゃないかなという気がするんですねカリキュラムマネジメントの話は実は施設討論の中でもいろいろやり取りがあるんですけれども3つの側面の中の2つ目だったと思いますが子どもたちの姿や地域の現状等に関する調査や各種データ等に基づきというふうに書いてあるんですけれどもどのように捉えていけばいいのかって結構難しいですよね。 私も多分、えー、と先生方の立場で捉えろと言われたらどうしていいんだろうというふうふに思います。ちなみにあの新しく告示された指導要領の方もですね、えー、地域への実態を適切に把握しということが書いてありますし、教育課程の実施状況を評価してそれを踏まえて改善しろというふうふに書いてあるわけですね。先ほど見ていただいたあのグラフ、一番最初に見ていただいたグラフと全く同じなんですけれども、戻りますが。 下がっちゃうう子も出るような取り組みでもすごい上がってる子もいる取り組みと、まあ、みんな上がってる取り組みこういうのが出てきたら多分改善の次の次一歩って全然違うはずですよね先生方だったら、まあ、自分が取り組まれていることとか指導に入らないといけない学校で、まあ、このようなアンケートを取られたというふうなことを仮定したときにどっちかお好きな方でもいいんだと思うんですけれども。 これ出てきたら先生方なんて他の先生方に声をかけますか多分全然書き方違ううと思うんですねで。またどうやってこれを受け止めて次につなげるかっていうのは実はこれからだけでは決まらないということももしかしたら先生方お気づきになられているんじゃないかなと思いますがもし右のグラフがですよ1学期のタイミングでやられた取り組みだったら どの子にもちょっと自分が成長したというのをどの子にも感じてほしいからたかだか2点なんだけど下がってる子はいないからぜひこれはやろうという判断になるかもしれませんねでもこれが3学期だったらどうでしょう3学期にこれだけ取り組んでたった2点しか上がらないんだったらこれ本当に続ける価値あるのかなと考える先生もいるかもしれませんこっちの左のグラフも同じですね場合によっては 1>, 1学期で最初低く自分のある力を捉えている子がこんなにも高く伸びるんならやりたいんだけれども最初の1学期に自分の成長がなんかこううまくいかないというような思わせるような取り組みだったらすごい効果はあるんだけどちょっとやりにくいなと考えるかもしれませんし2年生の3学期だったら。 いや最終学年に送る時にここまで自分のことをなかなかいいというふうに思えない子どもたちに最後のチャンスだからここで手こ入れしたいってだからちょっと下がる子は出てくるけれどもこの子は別の,手当別の手当を準備してともかくこの低い子たちの方をなんとか伸ばしてやりたいんだと考えればもしかしたら、まあ、この左のような取り組みもありかもしれませんね。 実はこういうことに関してそのものズバリを調査研究したものはないんですけれども私どもが一昨年度にちょっと文字が小さいですが再分析から見えるキャリア教育の可能性という報告書を出しましまたその中でですね、あるチャプターある章ではですねちょっと今まで違う見方をすると違う何か先生方に改善のきっかけが得ていただけるような切り口があるんじゃないかということをご提案しています。 えー、書いてある通りなんですけれどもこれは普通科の高校生に6回続けて取ったアンケートをくっつけたデータを分析したものですが職業や働き方を選ぶ際にどのように情報を調べればよいか分かっているという回答に関して「分かってるよ」と肯定的に回答した。 パターンと分かってないというふうに否定的に回答したパターンが6回どう続くかということを分析したんですけれども実はこの子たちは分かってる割合はどんどん増えていっています分かってる子が増えていくんですけれども一人一人を見てみると違うべ分析で眺めてみたときに6回全部で分かってると答えた子は4人に1人ぐらいなんですねずっと分かってないって答えても7.5%ちょっといるんですね分かるようになっ でどで分かってると答えた子もいるるかってると答えたんだけど分からなくなってそのままになっちゃった子もいるでも大多数はですねここにある通り、えー、揺れ動いてるんですねこの緑の方なんですけれども、えー、消えてしまっていますが分かったり分からなくなったりを繰り返しますできっと多分先生方が普段接してる生徒の皆さんが揺れ動いてるのは それれは当たり前だろうって思思われると思いますけど確かに平均値で見たらなかなか見えないものもちょっとこういうふうに見てみると確か先生方の実感に沿うような見え方はするんじゃないかなと思います。データってどうやって扱っていいか難しいかった私も難しいなと思いながらたまに触るんですけれどもでそしてやらないといけないというふうになってくるとどんなふうにそれを分析して改善につなげていいのか難しいなと思う局面も多々あるとは思うんですが例えばその全体が 上がるかどうかという見方をする時は平均値だと思いますしキャリアに特有ですが個々の子どもたちは個々の人生が個々の生き方在り方があるよねということを考えるんだったらこのような推移を見てみると子どもたちがどういうふうに変動していくのかみたいなことを見るということもおそらく先生方の取り組みの改善のきっかけをくれるんじゃないかなというふうに思います。 まあそう見てみるとこの各種データに基づいてとか実施状況を評価してっていうのもなんかそんなに難しいことを言っているわけじゃなくて実はシンプルなことを言っているあるいはシンプルなことでえやれることなんじゃないかなというふうに思うんですが先ほど報告書の方からえとその中身をご紹介したんですけれども報告書って読むの大変ですよね。 私もホックシュームの大変だなと思いながらあの日々ページをめくりますがそれだとなかなか難しいですので今そこら辺の方が今手に取っていただいて今ちょうど開いてくださっていますが先生方のお手元にこういうものがあるんじゃないかなと思います私とものセンターではリーフレットのシリーズを作成しました今みたいなですねある種ワンポイントですねちょっと見方を変えたら実は結構いろんなことが見えてくるかもしれませんよみたいなご提案を含めて えー、このような形で、えー、ハンディなものを作ろうというふうにしています、えー、第一弾はでも実は先ほど説明したことではなくてですね、えー、高校生の頃にしてほしかったキャリア教育って何ということを、えー、第一弾のテーマとして選びました、えー、キャリア教育に熱心に取り組んでくださったんだけれどもなんか子どもたちの反応はいまいちだなというご経験ありませんかあるいはこれは絶対に教えとかないといけないんだけれどもなんかどうやら意義が伝わってないようなということもあるんじゃないでしょうか でこれをですね、えー、辛いとこですよね実践者としては辛いとこなんじゃないかなと思いますただですねいろんな生徒のまあ、児童生徒のこういうアンケートをちょっと違った見方をしてみるとですねもう少し違う結果が得られるんじゃないかということで外部協力者の先生のお力を借りながら分析してみた結果が今実は先生方のお手元にあるんですけれども、えー、いろんな回答ですねまあ、2つの回答を組み合わせてみるとですね 実は学習内容って3パターンぐらいに分かれるんじゃないかなと見ることができるんじゃないかなということが分かりました。一つはです,、ね、すぐに役立つと、教えてすぐに役立つ。で後で聞いてもあれもっとやってほしかったなと、役立つのよく分かったしというパターンもあれば、そのとき教えてもらっているときは分かんないんだけれども、後になってあれって大切だったなと思うこと。これ、あの何か先生うなずいてくださってますけど、ん実家に添いますよね、これ。であるいは 指導がなかったけれども、まあ、ある種てて社会に出てみたりある次の上級学校に進んでみたりするとあれ教えてほしかったなって思うこと、まあ、要は後になって分かるることもあるんですよね、まあ、実はそれぞれ結構た,たくさん項目があるんですけれども、まあ、例えば自分の個性や適性っていうのを考えるっていうのは、まあ、その時分かるんですが例えばその社会人職業人としての常識やマナーについてっていうのは多分 なななかかかその時では分からない学校にいただけでは分からないこともあるんじゃないかなと思います実際その立場に立ってみてあこれって役に立つのは先生方が教えてくださったことってすごい意味があったんだなということを後で気づくということもあるかもしれません。まあ、あるいはその離職しちゃう失業しちちゃゃうう失業 あるいはそういった具体的な項目じゃなくても人生処理リスクがたくさんありますからそういったことっていうのはなかなか教えるタイミングってないんですけれどもよく考えてみればまあ聞いておけばよかったなというふうに思う子どもたちもいるということです、まあ、そういったことに関して今お手元に手に取っていただいていますけれども詳細はそちらにも書いてございますし実は先ほど紹介した報告書の中にはこれの元になった分析なんかもございますのでご関心があればぜひ聞いていただければと思います。 今回ご紹介したのはその再分析から見えるキャリア教育の可能性という報告書とそのリーフレットですねでこういった報告書とか、まあ、それこれまでにセンターが蓄積してきてこのタイミングで先生方にお伝えするといいんじゃないかなということをこれからそういったリーフレットにまとめて先生方のお手元に届くようにですね作ってまいりますのでもしよろしければたまに手に取ってですね何かの役に立てていただければなと思いますいずれも 国立教育政策研究所の生徒指導進路指導研究センターのウェブサイトからダウンロードが可能でございます。今、手元に取って手に取っていただいているものもダウンロード可能になっておりますので、えー、もし関心があればです、ねえー、どこら辺のページかなということを後でチェックしていただければと思います。ははい、いいリラックスタイムは終わりです。えー、気象講演指定討論会ととうことが、まあ、こがの後に続いて、 きますのでまあ、ある意味で今回の本題である次期学習指導要領とキャリア教育というところの理解を深めてまいりたいなと思います、えー、さらには明日の部会のご案内もありましたが、えー、明日も引き続いて、えー、キャリアこれからのキャリア教育をです、ね、展望しつついろいろ理解を深めていただければなというふうに思うところです。えー 具体的なご紹介はまた後ほどやりますので今回はこのタイミングでは簡略にしますがこれから当センターの総括研究官である長田徹総括官に基調講演ということでこの表題で講演をいただきますまた先ほども紹介をさせていただきましたけれどもパネリストの皆さんにご登壇をいただきましてこれからのキャリア教育に関して討論してまいりたいと思います。はい、私からは以上です。ごご聴ありがとうございました。